趣味なんですか？野球を離れちゃった今。やっぱこのコロナ禍になって、さっきゲームオンチとは言ったんですけど、結構ゲーマーになっちゃったんですよね。やっぱりゲーム家落ちにいたるじゃ時ない。間も、長かったんで、なるだからほど、なるほど。ゲームとかしてるときは、やっぱいろいろ忘れられていいですよね。でも結構時間経つのあっという間じゃないですか、ゲームやってる時って。本当にやばいですね。気をつけないと。本当に初期のコロナ禍とかって本当に家出なかったじゃないですか。だからもう、下手したらもう1日とか余裕でやってましたよ。最近はキャンプのイメージがありますっていうふうにあります。キャンプとかどうああ、ですそうか、です最近は。ね。キャンプも行きますね。ソロでも、家ソロ族でもと行くとかの？でも、行けますええー、ね。そうなんですね。一そう人でキャすンプのね。醍醐味はどんなとこに加藤さんは見出してるんですか？もともと一人が好きなんで、だからそれは最高の、もう自然の中でもあるし、最高の空間でも、にもなるんですけど、やっぱご飯が一番最高ですね。